内陸県埼玉から海の未来を見つめる海と日本プロジェクト in 埼玉県。今月18日、東松山市唐子市民活動センターで県内在住の小学生を対象に川の学習イベントが開催されました。午前中は川の水質や生き物についてカードゲームを通して学びます。座学では川の水がきれいか汚れているかによって生息する生き物が変わってくることを学びました。そして生き物の名前と水質階級を覚えること、どんな行動をすると川に優しいのかを知ることを目的にカードゲームを行いました。きれいな水にしか住めない生き物は水質階級1、汚れた水にも住める生き物は水質階級4といった形で水質ごとに4つに分けられています。水質階級により分けられた生き物をイラストにしたカードゲームで遊びながら楽しく知識を身につけました。楽しそうですね。午後からは時川倉掛清流の里に移動して川の水質と生き物を実際に見ていきます。夢中になって生き物を探す子どもたち、どんな生き物がいたのでしょうか。エビです。白い透明なエビとか、ちっちゃい細長い魚とか取れました。クジラとドロムシ取れました。時川倉掛清流の里では平田ドロムシなど水質階級2の生き物が多かったようです。水質階級4のザリガニもいましたが、汚い水に住める生き物はきれいな水にも住むことができます。大切なことはきれいな水にしか住めない生き物も住むことができるようにきれいな水質環境を守ることです。動画を見たりとかして川の生き物の生態をよく知れて、でその後カートゲームでいろいろどういう環境ならどういう生き物が住んでるかだとか、一部だけでしたがよく分かりました。オタマジャクシが初めて触れたから楽しかった。端っこの方の草がいっぱい生えてるところを足で蹴ってみたら、すっごいたくさんのなんかエビがいてびっくりしたんですけど、そういうところにエビがいるって学べてすごく良かったです。川に入るのは意外と怖かったけど、まあ、川にいろいろいて、まあ、見つけられたし楽しかったです。午前やったカードゲームにいたあの昆虫とかがいっぱいいて、いろんなものに触れ合えてよかったです。海と日本。ご視聴ありがとうございました。海と日本プロジェクトのチャンネル登録、ツイッター、インスタグラムのフォローもお願いします。